はい今回は内閣改造で上川陽子外相についての懸念と違和感、こちらについて考えていきます。今回もよろししくお願いいたしますこの内閣改造の話がですね結構注目されてるんですが、えー、この上川陽子っていう、まあ、外相ですね、えー、この人っていうのはかなりいろんなことがまあ言われているわけですよ。 で僕がですね、えーまあ、数年前から疑問に思っていたことがありまして、えーまあ、ちょっと僕の中ではこういうことだろうなと思ったことがあるんで、そちらを今回お話ししていこうと思います。ちょうどですね、この上川陽子っていう、えー、この外相の内容に、えー、当たるんで、えー、結構ね、えー、深い話かと思うんで、えー、ご参考になっていただけることがあれば何よりですということで、えー、このですね、<laughs> 内閣改造のこの顔ぶれを見るとですね、もう本当に、 あの日本には絶望しかない、えー、と思われるこの内閣改造なわけですね、高市であったり、河野太郎であったり、まあ、そういった、ねえーまあ、日本国民のためにならない、えー、そういった者たちがなるとで、その中にですね、えー、この上川陽子を、まあ、元法務大臣というのかな、元法務大臣が、えーまあ、外相になったとで、女性5人で初入閣11人だったと。 で、この上川陽子って人はですね、人権意識が欠如しているっていうことが言われているわけですよ、まあそうだろうなと思います、でそういった人が果たして外務大臣、外相になることってのは非常に違和感、あるいは懸念があるんですね、国際社会において、国際部隊において。うん、で、この、 えー、安倍晋三の時ですね、安倍政権下ではこの上川陽子という人は活躍したんでしょうが、果たして、えー、世界ではどうでしょうか、かなりな僕は疑問であると思います。えー、この外務大臣として、ね、懸念と違和感を抱える人なんですね、でここなんですよ、ここから、うん、この件というのは2つあるんですが、その1つの方は分かる、もう1つの方がちょっとどうかなと思うっていう、まあ、ことなんですが。 これを考えていきます。一つ一つの方ですね。こうわかる方から。わかる方がこの僕が、えー、もうここ数年間、えー、調べてて気がついたっていうことなんで、もうそちらをですね、えー、お伝えしていこうと思います。この上川陽子って人は、オウム真理教の事件でですね、えー、13人をはじめ、えー、多くの方を、まあね、えー あのように送ることをしてる、それにサインをしたっていうことなわけですよ。で、えーまあ、この人権感覚で、えーまあ、そのね、えー、あのように人を送り込むことで外交がうまくいくだろうかと。で、これっていうのは、 考え方がいろいろ分かれるんですよ、そのね、えー、あのように送る刑が賛成か反対かとかっていうのがあるんですが、別に僕は正直どちらとも思わないんですね。ただし、別にどちらとも思わないんですが、取り返しがつかないことになるっていうこともまた一つ事実としてあると思うんですね。でこの上川陽子って人は法務大臣の時にに、えーね、19歳の、えーま、少年を、うん、丸刑にした。でオウムの 幹部を、ま、したとということで全員で16人、ル、え、ケ、ー、にしているとで、この人権意識が外交で、ねえーまあ、世界には通用しないということなんですがあの考え方がいろいろ分かれるということなんですがこのオウム真理教の事件ということがポイントなんですね。 この上川陽子っていう、えーまあ、この人はですね、要するに最後、それを、まあ、流 <laughs> 刑を、えーまあ、するっていうようなことに、まあ、なんていうのかな、執行っていうか、それをしたわけじゃないですか。では、どういうことかっていうと、このオウム真理教の事件を、この人は分かっていたのかっていう話なわけですよ。で、えー、分かってもしいたのであれば、それはそれで大きな問題。 えね、日本の宗主国サイドに回っているとも取れるであるいはオウム真理教の事件は分かっていなかったとするのであれば分からずにそういうことをやってしまったというそちらも問題どちらにどう転がってもこの川見川陽子って人がしてしまったことは僕は大きな問題を、えー、抱えていることだと思うんですね証拠がないんですが明らかにおかしいと、えー、思うこの、ね、地下鉄、えー、サリン事件というやつですね皆さんもご存知で、えー、いらっしゃると思いますが 地下鉄サリン事件という、えー、名称からしてデタらめなんですね。別に僕が言ってるわけではなく、どこにも地下鉄サリン事件なんていう言葉はないんですよ。勝手にマスコミが言っていただけです。ちき,きちんと調べると、地下鉄駅構内、えー、なんとか事件っていってどこにも出てきませんで。この事件のからくりは何かというとですね、えー、皆さんもこちら見たことがあ,あると思うんでお分かりかと思うんですが、最大の疑問があるんですね。 あの地下鉄にまかれたサリ,ンが、ね、サリンではないんですけど地下鉄にまかれたあの、まあ、謎の液体がですね、えー、こう取り除く作業の時にやたらこうマスコミが騒ぎ立ててです、ね、自衛隊だと思いますが自衛隊の人が慎重に慎重に防護服を着て取り除いている姿を見たことがあるのではないかと思いますがここである問いが立ちます。あそこまで 取り除くのに苦労する作業をしたときにでは巻いたときにはどうしたんでしょうかあそこまで危険なものなわけですよねまいた人どうなってるんですかもうあの世に言ってるんじゃないんですかでも巻いた人はあの世には言ってないわけですねあの場で地下鉄サリン事件の真相は何かというとサリンを巻いていないんですよ VX ガスという全く別のものを巻いていた ここまで分かっているわけですね。しかし、えー、なぜかマスコミはサリンを撒いたと騒ぐ、そして国民もそう思う、そしてもう一つ、この地下鉄サリン事件の最大の闇です。これを明かせないんですね。日本国において不都合が生ずるなら明かせないんですよ。オウム真理教はあ地下鉄サリン事件においてサリンを作っていたということになっておりますね。山梨県の上國式村第7サティアンで作っていたということになっておりますが、 これも分かっています。第7サティアンがあの事件の直後に破壊されてるんですね。そんなおかしいことでないと思いませんかだってああいったああ凶悪なものをした、ああ作っていたものその施設をなぜ破,破壊するそしてそれを破壊したのは誰警察ですよ。警察があ,あのようなああ重要なものを破壊したわけですよ。 まあ警察っていうか公安ですけど、かこの事件っていうのは何かっていうと、本当のことを隠しているわけですよ。まあ僕にとってある程度、憶測することはありますけれど、別にオウム真理教はかばっているわけではないですよ。オウム真理教っていうものが、あいろんなものを画策したとしている事件ですが、後ろに別のものがいたんですね。そして、第7サティアンで別にサリンを作っていなかったんですよ。何を作っていたんでしょうか。 専門家が調べたら、ね、開かない窓の中でもしサニンを作ってしまったら、中にいる人は全員亡くなってしまう。あるいは窓が開いていた場合、サニンの空気が出ていってしまって、山梨県上國式村の人は全員亡くなってしまう。中にいた人も亡くなっていませんね。山梨県上國式村の住人も亡くなっていませんね、うん。そういったいろんなものを隠してる。この 地下鉄サリン事件という、もう今からね、えー、どうでしょうか、20年以上前の事件ですね。で、えー、もう憶測しかないんですよ、これっていうのは。ただ、僕は今お話ししたようにおかしいじゃないですか。サリンを撒いたはずがおかしい。うん、VX ガスであるということが分かっている。サリンを作っていたところでは、サリンを作っていなかった第7サティアンでは何を作っていたのだろうか。そして、 オウム真理教がそういった人間たちが何かをやらかしたからといって、えー、マルケイになってしまった。麻原将校は本当に、えーね、えそういったものを支持した人間だったのだろうか。そういった数々の疑問が残る中、えー、本当のことが分からずにあのように送ってしまった。そこにこの関与していたのが上川陽子っていうこの人でしょ。うん、だから別にマルケイが賛成とか反対とかじゃないんですよ。 本当のことを知りましょうよって、本当のことを僕たちは知れないんでしょうかって、日本国において、日本国民はこういう凶悪なことが起こった、本当のことを知れないのかっていう、そういった話なんですよ。もう知れないんですよ。うん。だから、この人って疑問だよねっていうことを僕は思います。ここまでの話、分かっていただけると思うんで、えー、もうはっきり言って、この人頭がいいって言われてるんですが、話にならないと僕は思ってますからね。 で、今度、この人ですね、この上川陽子っていう人、これ今度、違うところからもあの指摘があるんですよ。上島さんっていうねあの、あったじゃないですか、あので、この上島さんの件で、え上島さんを二度丸したえ人権感覚が全くない法務大臣である上川陽子っていうことが言われてるんですよ。だからこういう人があ外務大臣になる、どうなのって話なわけですよ。 この上川陽子って人は、ウィシマさんに関しての,そのあることを隠蔽して、ウィシマさんを2度回るしたと言われている、どこにも人権感覚がない外務大臣、うん、何んなのかなって、人権というものを、ね、尊い、人権というものを重んじるんであれば人権に関する、人権に関する意識が欠如している人間になると、そういった人間が内閣改造で外務大臣に入ったんですよ。これが大きな問題であるということです。 この上川陽子って人は入管庁の問題ね、でこの人権に関して全く軽視している、無視している、権威主義者である、そういったことがまあ言われている、まあ、僕もそう思いますで。僕はどちらかというと、このウ島シマさんの件はそんなにわからないんですが、サリン事件の方では分かったんで、まあ、これないなっていうことなわけですよ。でこの人、まあ、言われているわけですよ。人権感覚を持たない国,国際派の人間である。 東京大学を経て、ハーバードを出て、英語がペラペラに話せるかもしれませんが、誰よりも多く、ね、あの世に送るマルケまを、あ、執行した、その大臣である。恐ろしいとしか思いませんね。東大を出て、ハーバードを出たって、オウム真理教の事件わかんねえんだよって話ですよ。分かってんのかもしれないけどね、分かっててや,やったってのは全く話別だと思いますけどね。この件っていうのは本当に日本の大きな,大きな闇なんですよ、うん。さっき僕が言った2つの内容を、 ねええー、説明できないんですよ、誰も、まあ。説明できないという言い方がどうかと思いますが、誰もそこには触れられないんですよ、うん、おかしいですね、そういうことを思うということですで。そのことを考えた上でニュースを考えていくと、こういうふうになるわけですね、今回の内閣改造、西村、松野、萩生田、うん、ろくでもない人間が並んでる。 うん、日本がこれからどうなるのかわからないえ、その中において、この上川陽子という岸田派のお、まあ、人間が、えー、入ったとっ言われているんですが、まあ、このねえ、えー あの林っていうのがその外務大臣、林が、えーまあ、何やら言って、林っていうのは確かあ、あれですよね、えー、ウに、えー、お金をなんか出すとか、そういったことで、えーまあ、それでいろいろ何かあったのかわからないんですが、まあ、そういったようなことで、えー、林が変わって、この上川陽子になったとっいうことなんですが。 僕は全くこの上川陽子という人はさっきのサリン事件の方から評価できないところがかなり懸念しかないと思うんですね。でこの他の人はウ島シマさんの件で非常に懸念を持っているという、まあ、そういったことなわけですよ。でこののななんていうのかな 日本というのはその引き渡しの、まあ、条約というのを、まあ、そのアメリカと韓国としか結んでいないということで、まあ、そういったものに関しても基本的に人権の侵害を引き起こす可能性がある、まあ、それがです、ね、このマルケイの制度でなんかあるんじゃないかと言われているんですが、まあ、それはあるのかもしれませんが先ほど僕がお話したように あオウム真理教の事件の真相がわからないまま、あそのね、えー、マルケイにしてしまった13人、それっていうのは疑問しか残らない。そして、えー、このマルケイを,を、まあ、しないっていう国が多い、まあ、ヨーロッパの中において、だから別にヨーロッパがそのどういうスタンスを取ってるのかは知りませんけれど、だから分からないわけじゃないですか。少なくともさっき僕が言ったような疑問が出ること自体おかしいわけですよ。うん、本当にそれを執行してしまうんであればね、まあ、執行してしまったんですけれども、そういうところで、だから、 あ懸念、えー、疑惑、えー、違和感を持つっていうことですそして、えー、またこのですね2021年、えー、名古屋の出入国在留管理局においての、えー、このねスリランカのウイシマさんの件、体調不良を訴えたものの、えーまあ、処置をされずに、えー、この人権無視をした、えー、この上川陽子法務大臣、えー、こ,っちこちらがですね、 えーまあ、入管庁の長官とともに、えー、上川陽子は謝罪しているっていうことなんですよ、だからこれってやっぱりおかしいよねっていうことを思うわけですよ、うん、人権後進国とかって言われてますけど、えー、その法務大臣は何をしているのかっておかしいよねで、あるいはこの上川陽子っていうのは、えー、外相としてどのように、えーまあ、あ,あるべきなのか、態度を改善するべきだよねって、そういうことが問題になってるんですよ。 で何を言ってるのかっていうと、うん、本当のことはわからないって言いますが、先ほど僕がお伝えしたオウム真理教の件で、えー、この、ね、丸家、あの世に、えー、行くことに範をついたっていうことで、えー、非常に不可解なことが残る中、うんまあ、この人が知っていたかどうかっていうのはわからないんですよ。た、うん、ただ、ねえーその、そういったものの、に対しての最後の 判断というのは非常に慎重になるべきですし、そういう不可解、違和感、疑問のある状態で、そのことはしてはいけないと思うんですよ。 でこの上島さんに対してもこのひどいことをしたっていうことなんでだから今回のこの内閣改造っていうのはね今まで通り、うん、本当売国土たちが非常に残っていますがこの上川陽子っていうのもそのうちの一人であると思いますねだから外務大臣として外に出ていく世界に出ていくんであれば非常にまた今度日本が世界から敬遠される可能性があるそういったものを含む今回の,この内閣改造であるとまあ僕は思います。 この件ですね、ほとんど注目されていないんですが、かなり関心深いと思ったので、ちょっといろいろ調べて思ったことをお話しさせていただきました、まあ。リスナー様の何かしら参考になっていただける点がお伝えできれば何よりです。ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。